サンプラザ中野くんは、日本のミュージシャン、作家、アミューズ所属。山口のバラ名義で作詞も行っている。身長181センチメートル、体重74キログラム。血液型は B 型。左利き、スキンヘッドとサングラスがトレードマーク。山梨県甲府市生まれ、千葉県育ち。千葉県立東葛飾高等学校卒業。 早稲田大学政治経済学部政治学科助席。2008年1月15日、日本テレビ系列、踊る、三魔五点。にて、芸名を、サンプラザ中野から、サンプラザ中野国へ変えたことを発表した、中野祐樹とも、千葉県立東葛飾高等学校で、パッパラーカワイと出会い、早稲田大学在学中の1980年に、 カワイを含む同行を B 数名が結成したスーパースランプに参加。アマチュアバンドのコンテストであるヤマハイイストウエストに出場し、常識破りのパフォーマンスなどが高評価を得た。この時の会場が東京・中野駅前にある中野サンプラザであったことにちなみ、本名が中野であることとかけて芸名が決定された。中野サンプラザは PR になるとして名称の使用を許可している。 1982年、同じく、イーストウエストに出場していた、爆風獣のドラマーであったファンキースオシの勧誘を受け、パッパラーカワイと共にスーパースランプを脱退、爆風スランプを結成する。以降、爆風スランプのフロントマン、ボーカリスト及び作詞担当として活躍した。爆風スランプの知名度が高まるともに、中野個人のパフォーマンスや話術も注目され、 サンプラザ中野のオールナイト日本などのパーソナリティも担当した。またこの頃、河合と共にフォークユニット、ザ・ハナ・ビーラを結成し、爆風スランプと並行して活動した。1992年、テンペストというボードゲームを考案し、エポック社から発売した。これは4人同時対戦ができるリバーシーゲームで、箱には考案者として中野の写真が印刷されている。 1998年から1999年に、かけ、かわいと共に、女性デュオユリマリの全曲の楽曲提供をした。1999年に、爆風スランプが活動を休止すると、かつてのバンド名を冠した新ユニット、スーパースランプをかわいと共に結成した。また、株取引に傾倒し、雑誌連載記事や入門書の執筆、経済番組への出演なども行う。 その他、自身のダイエット成果を記述した健康に関する本も、執筆した。2001年、NHK 全国、学校音楽コンクール小学校の部の課題曲、ロボットの作詞を担当した。現在は、ラジオのパーソナリティや、各種の雑誌連載、小説の執筆など、多方面で才能を発揮している。また、前述の株式関連のかに、外為 c のホームページ内で、 外国化は世商勾金取引関連のブログを執筆している。外為投資のセオリーを無視した投資スタイルは、役立つ情報を提供するとともに閲覧者参加型のブログとして成り立っている。外為投資では昨年後半からの下落相場で、トレンドの波に乗るという投資の基本が着実に身につき、2007年秋に黒字転換してからは、それなりの成績を残していたが、 強化残高の乱高下が激しく資金管理の面では、初心者の意気を出し切れず、一時期元での倍以上に増やした資金の大半を2008年8月から9月の、わずか2ヶ月間で失ってしまった。2006年8月26日27日、所属事務所の先輩である、サザンオールスターズの桑田圭介の呼びかけに応え、ザムジン島フェス2006に参加。 2006年9月、地元、柏エリアの後輩アーティスト育成のための音楽レーベル、柏兄弟を設立。プロデューサーとしても活動する。2014年、静岡県立天竜高校校歌の作曲を担当。2015年、バイキングの小峠へにとユニット、ボーボーズを結成し、8月26日にアルバム、ハゲマスをリリース。ありがとうございます。